ノビーラングとか喜ぶんじゃん。ちょっと来てくれ。わかりました。ノビー。はい。女性は好きか。え？あ、まあ好きか嫌いかだと好きですよ。これを見てみろ。いいですかこれ。チェックと。効能を読んでみろ。海外ですね。表示験。飲んだ瞬間だけ服が透けて見える。はあ、私はな、はい、救急隊は大変だと思う。はい、いろんな気晴らしがあってもいいじゃないか。まあそうですね、ストレスも溜まりやすくなってきました、うん、最近。別に飲んで、はい、自分だけがその効能によってな、誰も気づかなければ、はい、な、欲しいか。でも日常の中に見えるパンチラがいいと思うんです僕は。でも、はい、一瞬だからチラですか。チラ、これもどちらかといえば。でもやっぱりいざ自分が脱がして見える喜びも。いやダメだ、これはあまりにもいいものすぎてお前からちょっと奪うわ。はい。いやー、まあ、もし第一声で欲しがったら、はい、もし欲しくなったら連絡します。あげようかなと思ったんだけど、はい、いやもう今のがラストチャンスだったんだノビ。くそ、いや、うわ迷うけど、日常の中に生まれる一瞬のチラ。いやでも僕は僕の手で脱がしてみせます。そうか。はい、だからいいもんだろこれ。興味はある。いいものとは思います。興味はあるだろ。興味はありますけど、うん、違法ってそんな医者として。バカ、サプリメントじゃないか。でもなんか副作用も分かんないし、飲んでみないと分かんないぞ。個人差はあるにせよな、うん、まあはい、興味があったらまた声かけてくれ。ありがとうございます。じゃあな。バンダーマンさんはブラチラとパンチラどっちが好きですか？止まるわけないだろ、バカだね。誰が止まるって言われて止まるんだ。
止まらないよ。なんかチャカ撃ってない？やばい。やばい、助けて。めっちゃきつい。じゃあ誰か助けて。来ました。今警察に追われてる。5019の近くで隠れてるんだけど、めちゃくちゃしつけえ警察に追われて、めっちゃ撃たれるよね。別の人のステルスキル助けていいですか？頼む。めちゃめちゃ近くにいる。ヘリ来られたら終わる。5000と何でしたっけ？5019の5019と6047の間のところにいるんだけど、ヘリ来たら終わる。そう、5019らへんでパトカーめっちゃ鳴ってると思う。行きます。下げて車で行ってほしい。
まで行くよ。バンドロー了解、俺ヘリで行くわ。めっちゃいるわ、3台以上いる。おいこれ、おいこれ人質だ、離れろ、離れろ、これミノルのが人質の解放条件なんだ、離れろ。解放条件なんだ、解放条件、車はどうした、わしの車は5019スキマシンがないですか、使ってるぞ、おい離れろ離れろ、オスティブ捕まりました、離れろ、おらどこ、こいつのお前曲げ切っちまうぞ、どこだ、こいつのお、こいつのお下げ切っちまうぞ、お下げチュロスが、おい、いいのか、ミノリのこいつのお下げ切っちまうぞ、おら、いいのか、やめなさい、離れろ、おら、柵の外に出ろ、柵の外に、柵の外に、ああ、でお前のハゲのやつはこっち来い、ハゲお前こっち来い、私ですか、お前はあのこの筒の中に入る、筒の中に入れ、お前ここの筒の中に入る、入れんですかね、これ伏せろ、伏せてしゃこうハイハイしながらそのまま入る、はい、そうすぐ横にいる警察官123 入れねえ、入れないやつ、入れないです、入れないやつ、なんだこれ、入れねえのかよ、入れない、じゃあ柵の外出ろ、はい、そう。この野郎、ほら離れろ、ほらどけ、ほらどけ、ほらどけどけ、ほらなんか用か、この野郎、おめえ何人来るんだよ、お前暇か、ミンドリ、いやさ、みんなバンさんって言った瞬間一本じゃん、お前来すぎだろ、どう考えてもバンさんってなんで、みんなバンさんどんだけ来んねん、お前、お前なんで来るの、お前も一緒やろ、永久指名手配のバンさんって言われたらみんな来ますよ、まだだ、待て、解放条件なんですか、お前なんか勝手に俺の車の中漁ってねえか、おい募集してますよ、募集、勝手に漁ってんじゃねえよ、お前この野郎、トランクに乗せられる、違った、おお前勝手にお前のお前の漁ったのか、この野郎、もう勝手にというか業務こじつけただけで、お前ふざけやがって、お前ちなみに俺は持ってないっすよね、募集してるんで、そうだな、解放条件どうしようかな、2個まで、2個までだな、うん、心ある私を人質に取ったので2個までならいいですよ、2個までだな、どうしようかな、ちょい待ち、ちょい、まあ離れろ離れろ、おら、お前ら来すぎだ、まずな、ちょっと時間経ったら多分普通に発砲あるんで、あの指名手配犯、バンダーマードのどういうことだ、どうしたら解放していただけますか、あの指名手配犯ってあれじゃないですか、発砲あるじゃないですか、うん、で、すぐに撃つことはないと思いますけど、うん、その後チェイスが起こって着陸してなった場合は多分起こりますね、うん、めっちゃ撃たれたでお前、まず締めてめちゃくちゃ撃たれたでほんまに、どうしよっかな、まあ、考える時間ぐらいあってもいいだろ、別に、まあ全然考える時間はいいですけど、お前もういいのか、お前らの大事な上司が、お前大事な上司の、大事な上司のお下げがなくなるぞ、いいのか、命は取らないのよ、優しいんだよね、でもアイデンティティですよ、一旦大丈夫か、ちょっとなんてこと言うんですか、ちょ待て、現状黎明君に負けてる感がある、どうしたら解放していただけますか、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って、まだ逃げない、まだ逃げない、ちゃんと逃げるから、ちょっと待って、何を待てばいいんですか、ちょっと待て、あとどれぐらい待てばいいですか、ちょっともうちょい待て、終わりました、大体10秒ぐらいでしょうか、静かに、レイメン君、ドリーさんが危ないから、だから、ミンノリ殿が危ないから、つい、これ一応、危ないんだ、車の中、あのヘリコプターの中にさ、髪の毛ないですよ、あれ入ってるもん、私のお下げちょっとそれ下ネタじゃないですか、薬入ってるごめんなさい、会話がちょっと、ミンノリ殿解放してください、薬入ってる、あれ中、薬ですか、うん、その中、ヘリの中に薬入ってます、入ってます、入ってる、オッケー、飛び出しますよ、いいよ、
よし、いいだろう。そしたら、はい、ちょっとバイク撃ってほしいな。まあいいや。エリアタック来た。ボス、一回これ救急置いてきます。はいよ。5分だ。5分アタック禁止だって。あ、いや、3分で、3分で発砲、どうしようかな。ガソリン入れたいんだよな。ガソリン入れるのと3分。3分どう？ 5分でいいんじゃないですか。ガソリン入れる時間含めて5分。5分でいいんじゃないですか。OK、 分かった。多分そっちの方がちょうどいいんじゃないですか。 OK、 OK。 じゃあガソリン入れてくると、入れるところまではついてきていいからな。誰かこれ車で来れないか。クソがよ。あんた、それアタックしていい？これまだそれコツンってやって、ちょっとコツンとして、ちょっとコツンしてもらっていい？無理そう、無理そう。あ、今いける、今いける、はい、あ、ナイス、助かる。どこでガソリン入れようかな。一番近いところ、一番近いところのガソリン入れるもん。今ボス逃げ始めた。まだまだ、これガソリン入れるから。了解。金庫の中に入れておきます。はいよ。車で向かえばよろしいですか。うん、指名手配じゃない。何します手配。 T3 だけ本州できていただけ。じゃあ竹は逃げた方がいい。どいつでも行けるっすよ。固定殺したいんで。あと何分？7166のガソリン。7166のガソリン。よかった。パトカー3台、ヘリ1台。もうヘリにロックオンされたら逃げらんねえんだよな。ボス、これどっかでランデブーポイント決めてヘリでピックして逃げましょうか。そうしよっか。どこがいいかな。なんかボスが行きやすい場所がいいです。むずいな。めっちゃ撃ってくると思うぞ。でもそこは頑張ります。何年ポイントどちらにしましょう。いや、まだ決めてない。一旦逃げるわ。はい。街を東に行ってる。パシフィック方面。どっかのジャンプで何台か巻きたいんだよね。ね、ヘリに疲れてたらもう無理なんやね。で、どっかでヘリで降りましょう。 OK。 5020方。そう、その上のさ、ジャンプから飛んで。ヘリ来てる、これ。
ロームヘリで行きましょうか。今ならまだ全然こんな。ただ頭捕まえてる。人数かけられて先読み。病院の方行くわ。了解。で、ね、ユニオンの駐車場、あれだ、ユニオンのね、お、い、穴なんだっけ、高速側。了解。ユニオンの高速側から空港方面に向かって南下するわ。ずっとヘリに追われてる。先空港方面行ってる。よろしく。方向を変えたら教えてください。何の助けは大丈夫ですか。タケ大丈夫だよ。ジーン、とりあえず空港の中に入るわ。了解。ランデブーは飛行、飛行場ミッションの時の飛行機が出るところにしよう。了解です。航空機の倉庫のところを角に曲がってここに行きます。来たよ。頑張れ。ボス乗れてます？乗れてる。きついかジン。余裕です。おこっち引っ張ってる。今ねヘリコプターに2台に追われてる。ボブキャ方面に向かってで、今ボブキャの横通過ぐらいだね。今 A2 の方に行ってる。ヘリが見えなくなってはいる。一応こっちパトカー1台を引き付けてます。ボスこれまっすぐじゃなくてうねうねって行って北一回行くんで。オッケー。今ね9392の方から高速の道を逆走してぐるーっと北の方に向かってる。助かったよ陣平。よし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 、よかったっす。急に来やがったんだあの周りども、あのクソどもが。